2年前の愛知中博で活躍をしたトランペットを吹くロボット君よりも指や腕がしなやかに動くようになりました。動作が難しい楽器と言われているバイオリン、いかがでしたでしょうか。大きな拍手ありがとうございます。